やったー、最高バザイ。よし、今度は僕だ。ダメだよ、キューちゃんの番はまだだろ。ビーだ。わっ、やったー、クリアです。いいぞ、いいぞ。やったぜ。ダメ。ねし、僕もやる。ダメだよ、10分おきって決めたじゃないか。ねえ、いいじゃない、僕と翔ちゃんの仲だろ。決めたことはちゃんと守れよな。ブス。ん、お、今日を限りに僕と翔ちゃんの友情も終わりだね。ん、また家出か。ま、早く帰っといでよな。うや、無償ね。よーし、いやー、落ちろ、一緒に来るよ。ブクロッと。おお、ゆうたろう、また追い出されたのか。ちがわい、僕の方から出てきてやったんだい。どうせすぐ帰ってくんだろ。今度という今度は決心したんだ。二度と帰ってこられない遠いところへ行くんだ。うわ、へん、できっこないくせに。僕は本気だよ。さあ、おじろ、飛行機に化けなさい。化け、お、え違うよ、そりゃお兄ちゃんが乗れないじゃないか。バケ、うわ、よし、それでいい。いざ出発。バケバケ、さあ、おじろ、あれ、地球の果てまで立てて。運転するなって、人を頼りにするな。おうちゃんはすごいよな、飛行機にも化けられちゃうんだもんな。しかしパイロットが目を回してちゃ遠いとこなんて行けるわけないよな、バッカらしい。ん、おじろ、いい加減にしろ。僕たちはまだ家出中なんだぞ。キューちゃん、そんな強情張らないでさ、もう一度ゲームやろうよ。今度はキューちゃんに勝たしてやるからさ。勝たしてやる？どうせ僕はショウちゃんより弱いですよ。もうショウちゃんの顔なんて二度と見たくないよ。さあ、おじろ、来るんだ。まただっていいか、もうこんな連中の住んでいない遠い星へ行こうよ。だけだった、ダメ、行くと言ったら行くの。さあ、おじろ、宇宙船に化けろ。化けお願い。ちょっとには、どんどこは、ああ、今
丈夫だよ。感謝感謝。おや、ひょっとして翔ちゃん。わかった、また僕たちを連れ戻そうとしてきたところ、石が落ちてきて。しかし翔ちゃんもよく化けるね。どんとどんと、誰まかし。なんて言ってるんだ。化けろ、どんとこっちゃこ、こっちゃこ。あー、そうか、ついてこいって言うんだな。どんとめんめん。はいはい、行きましょう行きましょう。おっとっとっと、バカせー、バカせ。どんとポテチン。やあ、博士も来てたの。うわ、どんとタレチンタン、バレボラポッポとチンチン。なんだなんだい、ショウちゃんも博士もとぼけちゃって。なんだよ。うわ、痛い。もっとポチッチ、どんとわからんチン。おい、博士もショウちゃんもいい加減にしてよ。なんだい、僕のことが心配なら心配で正直に言えばいいだろ。こんなインチキな芝居なんかしちゃって。バケラッタバケラッタ。なに、バケラッタ芝居じゃなさそうだって。バケラッタ、おーバケバケ、トントン。なんなんだ、ゴジゴジゴジラ、トントゴジ、トントゴジ。ここにしまってあったんだわ。よかった。あら、あ、どんとしょうちゃん帰ってたの。僕が迎えに行ったって。そんなバカな、ミーとしょうちゃんはずっとここにいたんだぜ。本当に本当だってば、しょうちゃん、僕が助けてやったんだぞ。なあ、おじろ。バカだった。おい、大変だ大変だ。おい、しょうた、大変なんだよ。また出た。博士がよ、この先の工事現場で大昔の恐竜の骨を発見したんだよ。恐竜。うわー、すげー、本物だ。ところが変なんです、骨と一緒にこんなものが。はい、はぁ、キューちゃんの時計と風呂敷じゃないか。うん、僕のだ。まさか。じゃあ何か、お前たちは原始時代に行ってきたっていうのかよ。宇宙船で遠いところ行っただけだよ。なあ、オジロ。バケラッタ、バケバケバケラッタ。何？宇宙船とタイムマシンと間違えちゃったって？ということは、僕たちは本当に原始時代に行って。